はい、皆さんこんばんは。この間あの子猫を残し保護したお話をしましたよね。今はそのねパートナーの同僚のお母さんと娘さんのところに行ってるんですけども、それ以前にね、そのお母さんと娘さんの家には2匹のニャンコを保護したんですよね。その保護したいきさつの話をねパートナーから聞いてちょっと感動したんですよね。その娘さんと、お母さんと知り合う、その子猫たちが巡り合う前に一般の人がね病院に連れてきたらしいですわ。その猫たち親子をね保護してね、で土日やったから、保護センターも保健所も休みやったんで、月曜日にまた、引き取りに行きますんでちょっと預かってもらえませんかって言ってね病院に預けて行ったらしいです。でたまたま、娘さんがいてて、これもし保護センターとかそういう保健所に連れて行ったら処分されるんじゃないのって話になってかもしれんなってなって、じゃあ私が買うわと言うて娘がそのお母さんに、ね、言いに行ったらしいです。でお母さんもそれはかわいそうやな、じゃあ連れて帰ろうかって言って連れて帰ってみたんですよ。だからもう1日2日遅かったらそのね親子のにゃんこは保健所か保護センターに連れて行かれた運命やったんですね。だから何か持ってたわけですね、その親子はね。運が良かった。で運が良かったって話で思い出したのがうちの銀もそうなんですけど、今もちゃんとね幸せになってますけど、銀ちゃん保護した時に白のねお母さんが産んだんですけど、たまたま餌をやった時に一匹の子猫が横たわってるんですよね。もう明らかに育児放棄されてるみたいな状態だったんですよ。これやばいなと思って、でその日の晩は男子ロッカーに入れて、もう緩やかな病院も空いてないって、ほんで次の日朝ね頑張ってたらどないかしたろうっていう気持ちでその日は帰ったんですよ。でもやっぱり帰ってる時はねどないしてんのかなってすごい心配でした。でパートナーにも言ってないんでこっちに連れて帰ってくることできないですね。やっぱりももも行ってますしこっちはね。それで朝行った時にまだ銀がね頑張ってたんで、これは大変やっていうことになって、よし病院連れて行こう、とりあえずミルクをあげなあかんからって言って、でスーパーとかねそういうミルク類とか置いてるのはもうねスーパーコンビニとかにないんですよ。そういう粉ミルクとかそういうのなかったからね。で社長に言いまして、でちょっと乳瓶とかそんな帰りっていいですか、行ったら行ったらって言って、で会社の人たちみんな協力してもらって買いに行ったんですよ。でまあミルク飲んで、まあ最初は飲まへんかってだんだんあれして、でとりあえずパートナーに相談して、でどねえかしようって、であんた責任持ってやりやって、で俺はねチャトルハウスからここの家まで365日銀が里親に出るまで雨の日も風の日もね毎朝起きたらここに来て、銀にミルクあげて、でトイレ掃除して、でご飯食べさせて仕事行ってくるわなって言って毎日それに繰り返しちゃったんですよ。ほんなねだんだんパートナーもね私も協力するわってなったんですよ。もともと優しい人やから協力はしてくれようと思ったんやけどね、何かんと俺やってくれと思ったからね話して、それでまあ離乳食まで育ってましたね。でパートナーの同僚がね、まあ話はまとめてますよ、引き取ってもらって今はねもうね幸せに暮らしてます。ただその家もね奈々ちゃんっていうね先輩の子が言ってたんやけど、その奈々ちゃんという子が受け入れたおかげで銀ちゃんは今も幸せに暮らしています。やっぱりね何か持ってたんですよ、銀もね銀ちゃんもね。見つけてもらった次の日にうちの会社の人たち協力してもらった何かあるんですよ。だからねこの間手が傷だらけになって一生懸命捕まえた子猫も何かないんやから、きっとねうまいこといくと思います。まあ今日はねその、
3匹の猫を、ね、保護してくれたお母さんと娘さんの家にいてる、2匹の猫がどうやってそのお母さんと、娘さんと知り合ったかっていう、そういうお話でした。ちょっと5分ぐらい長いかな。で、まだまだ、ね、夏日、夏本番でございますんで、皆さん水分をしっかりとって熱中症には気をつけてね、過ごしてください。仕事するときでもね、無理せずにね、皆さん頑張っていきましょう。それでは皆さん、本日もお疲れ様でした。おやすみなさい。